さっさと出てこい。ライト、ヘビメカッチ。カトン、ホームラン流せ。こしょっ、チャクラの消耗を気にせずにひたすら連発。何か企んで。さすが片付け先生の科学人形、耐久性も申し分ない。カトン、豪華強の術。わからん奴らだな。今だ、リッチ。はい。畳みかけるぞ。はい。おお。読めたぞ。こんな攻撃で俺を倒せるわけがないことぐらい分かっているはずだ。つまり、俺は単なる妖道。火影のガキが見当たらんな。片助先生を連れて逃げ出したか。いや。違う、逆だ。やつこそこの作戦の攻撃の要、近くから攻撃のチャンスを伺っているはず。来いよ、渦巻ボルト。返り討ちにしてやる。仲間たちがバテる前に出てこなきゃな。さあ来い。横か後ろか、それとも真上か。残念だったな。お前のやることなど全部お見通しだ。何を。いや、お前は何も分かっちゃいねえぜ。影分身だと。ほんま、なんだこれは。この科学人具、力が吸い取られていく。ち、ミッチ、大丈夫です。くそ、かなり消耗したみてえだな。手先が鈍ってるぜ。やられたよ、坊主。だが以前、貴様らの術が効かないことに変わりはない。だが、もうお前らは終わりだ。影
影分身、確かに強力な術だが、分身すべてが実体であるがゆえに複雑な機械までコピーできない。アームをつけているお前が本体ということは一目瞭然だ。雷射で偶然会ったとき、こんな風にお前にドライバーを突きたれたことがあったな。あの時点で俺が敵ならお前は死んでいたわけだが、遅かれ早かれこうなる運命だったようだな。あんたがもう忍者じゃなくなっちまったんだった。俺には勝てねえよ。忍びは裏の裏を読め。どこだこいつ。わかりゃ